はい、どうもハリウッドでございます。本日もドラゴンクエスト3ドロップアイテム縛りプレイですね、やっていきたいと思います。前回でなんとかダーマまで来たんですが、見ての通りレベルはまだ20もいってないで、転職もね、遊び人に転職ができないんでね、そうなったら正直このままレベルを上げていくパターンの方がまあいいのかな。まあ当面の目標はヤマタノオロチなのかなと思うんですけど、ヤマタノオロチはどうですか、レベル30とか25ぐらいまで多分上がらないときついのかな。あとはやっぱ武器とで防具が悪いんで、そこが解消できないとちょっとどうしようもないなと思ってるんで、またねレベル上げを頑張りたいと思います。まあレベル上げたとアイテムがドロップしてくれないと、こっから先はちょっときつくなるとは思うんですが、ちょっと上の塔でメタルスライムが出ると、そこのところでレベル上げをちょっとしようかなと企んでおります。こいつらベギラマ効くのかな、多分まあ効かないんですけど、ちょっと一回やっときますか。ギラ使ってくるんで、うわめっちゃ食らうな。あ、入るんですね、ギラ使ってくるやつは。ベギラマは入らんって勝手に思ってました。意外とバギーが便利なんですよ、意外とバギーがめちゃめちゃ使えますけどね。毎回こうギラとか食らうとしんどくなるんでね。おいキャバッツ、うわっ、いやっすね、そうなるね、吸い取ってくるんすよね、しかめっちゃ食らうし、めっちゃ食らいますよ。ベギラマ一発なんですけどね、ヒロヤンの MP がもうないっすね、帰らないといけないっすね、塔にたどり着く前にもう空っぽっすわ。ちょっと早め早めですな。ドロップ狙うんだったら本当は、だけどやっぱ塔でメタルスライム狙って、でもスカイドラゴンには勝てないと思うんですけどね。もうちょっといろんな強い魔法を覚えてもらわないと、魔法頼みなんでね。フバーハとかも、あと呪文はもろ食らいますからね。フバーハとか覚えるといける、多分レベル30ぐらいなんでね、フバーハ覚えるのが。いや、またのオロチにどうやって勝つかなってのを考えながら進もうかなと思ってんですよね。ヤマタノオロチに1回目が出れば草薙の剣もらえるんでね、そこがでかいんですよね。ああ、どうすっかな。キラーエイプに意外とベギラマが入らないんですよね。この縛りでここまでよう来れてんなとは思ってんすけど。くっ。てめえって言いたくなるね。いや、この猿になんでベギラマが入らないのか僕的に謎なんですよね。食らうね。食らいますね。魔法をたくさん使うね。塔のところ行っても MP が切れてすぐ戻ってくることになりそうですね。経験値はここでも結構もらえてる方だと思うんすけどね。間違えてミノリンにデフォイム入れてもうた。そうね、レベル20中盤ぐらいまでここで上げたいですね。本当はこれあれですよね、悟りの書ですよね。これどっからどう行くんでしたっけ、これ目が悪くなるやつですよ。
バグったって思いますよね、一瞬。スカイドラゴン以外は、うおこんなありか。だるいなぁ。ダルビッシュですね。まあ、バギラマ入れとけや、なんとかなると思ってますから。バギとベギラマで。うわ、残ったか。うい、いいね。おい、キー、来た。3、2、5、8と6か。いいね。そろそろベホイミなんじゃねえかって思ってんだけど。ラリホーか。ラリホー使うかい ?2 は結構ラリホー使えたけどね、おっちゃん俺。嫌ですね。あー、おー。いやっすねー。おー、くちばし強いのかな。ちょ、バギラマ怪しい限りときはなんとかなると思ってんで。効かないのか。8。まあまあまあ、2回か。50か、トータルで。トータルで25、2回だと50くらいますよね。やべえな。50っすよ、1回で攻撃が。これ2回っすもんね。食らいすぎでしょ。おくちばしやべえ。いや、力不足、攻撃力は足りねえし、防御力も足りねえし。あのおっちゃんとわざわざ喋りに行く必要性がある。うーわ、最悪これ。いや、これきついで。それこそラリホーとかマヌーサとかかな。いや、きついで、これマヌーサ入ってくんないと。いや、もうお口ばしはマヌーサですわ。強すぎでしょ、お口ばしは。マルーサが入ってくれ、助かりました。わざわざこのおっちゃんに喋りかけに行くためにだけにここに行く必要があるのか問題。これメソジャも忘れてない。あら、出すわ。修行してるってことか。修行の邪魔をするなってことなんですね。修行してるってことは武闘家になりたいのか、賢者になりたいのか。食らいすぎですわ。強っ。ベギラマ強すぎ。でももう MP がないね。リレミとして帰ろうか。あ、すぐっすね。もうこれの繰り返しですよ、しばらくは。結構経験値もらえてると思うんですけどね。どれくらい ?4000、2751、2700か。メタルスライムのところまでに行くのに MP が尽きちゃいますね。まだまだレベリングが足りないってことでしょうね。破格の8ゴールですかね。マジでレベリングもだけど、ずっと言ってますけど、アイテムが落ちてほしいなぁ。お、いいね。アイテムが落ちてほしいなーってずっと思ってんだけどね。おい、拓也、いいね。50を与えてやっつけれないんだけどね。シャド入るんだっけ。
に。まあまあまあ、エイプコアはね、ベキラーマン入ってくれれば楽なんだけど、5割ぐらいの確率ぐらいじゃないと、入らないですよね、ベキラーマンが。たくあん食らいすぎ説。じゃあたくあん食らうじゃねえか。前二人で受けてくれりゃいいんですけど、メタルスライム狩るって言っても、お、ギャル、人生は悟りと救いを求める巡礼の旅、ガルナとはようこそ。やばい、宗教集がしますね。あのいう女の子と飲み行こうって言ってついていったら終わりですよ。すぐ囲まれるからね。ちょっと喋って怖いお兄さんと囲まれますからね。大口橋はまだベギラマが入ってくれるからいいっすね。いいね、こういうことですよ。よ、う、一発で倒せないからこれ。ええよ、攻撃して欲しかったですけどね。まあまあまあ、いっか。どこ行ったら、外から来たか。ああ、嫌だな。嫌っすね。こっちに攻撃して、ああ、マヌーサ。ちょっと待ってくださいね。やっぱこっちを攻撃して、マヌーサ入れて、で、ベギラマかな。現実死は何してくるか次第だけど。やんたく。やばし！マヌーサが、マヌーサが先に入ってくんないと困るんだが。ベギラマが先でもいいけど。やんたくこれ。敵になると、ほんと嫌ですわ。でも敵の通常攻撃とあんま変わらないっすね。20ちょいだったら。武道家がランってなったら、全然関係ないですけど、昔モンブランっていうセクシー女優がいましたから、全然どうでもいいですけどね。僕ら40代ぐらいの人ってモンブランって言ったら、あ、わかるわかるって言うと思うんですけどね。どうでもいい話ですけど。何階の綱ですっけ？ここだっけ？もっと上のところですかね。なんか綱渡りするところで、あ、メタルスライマー用出ると。でも、MP が尽きるから、たどり着いても、すぐ変えないといけないと思うんだけどね。ちゃんと調べとけって話なんだけど。まあ、結構、どうせたくさん通うことになるから、しびれあげは。なんか、恋すらも嫌な、雰囲気しますな。ベギラまで去って倒せれりゃ24か。うわ、32！ 食らうね。ベギラまで一発だったら防御、防御、防御、かな。食らうんすよ。こっちじゃないね。こっちの下か。またここは悟りの書を取るための場所なんで、ここですね。ここがレベル上げポイントですよね。使
カイドラゴンが怖いんですが、言うてたら来るわ、言うてたら来ますな。スカイドラゴンってどう倒せばいいんですか。とりあえずラリフォーが効くかをやってみるか。めっちゃ強いっすね。ベギラマっすよね、確か。おい、タクヤ。食らうね。やっぱラリフォーじゃ無理か。ちょっと待ってくださいね。マヌーサしても意味ないっすもんね。スクルートも意味ないもんね。いや、食らわね。うーわ無理ですよ。わあ、無理やん。ゲームオーバーかい？ずっと、無理っすね。ここでレベル上げは。43!やっと倒したけど。強すぎでしょ。せっかく頑張ってここまで来たけど、レベリングが足りないっすね。まだガルナの塔で、レベル上げれるようなところまででもないですね。強すぎでしょ。スカイドラゴン。でも塔の中でレベル上げの方がいいですかね。こっちの近くでレベル上げでも、まあ、どっちでもいいような気がするんですけどね。スカイドラゴンやべえよマジで。炎を2回食らったらほぼ壊滅ですからチームは。やっぱ勇者もベホエミ欲しいっすね。ヒーラーが二人にしたいっすね。なんかある程度魔法使いが魔法を覚えたら魔法使いも僧侶にしたろうかなと思ってんすけどね。どのタイミングで僧侶にするのがいいかな。豪傑グマ。メラミとかも欲しいんすよね。欲しいやつばっかっすわ。46。やべえ。うい。魔法が、74いいね。74はいいんだけど、魔法を覚えてほしいっすな。どこら辺でレベル上げっすね。城に、城というか塔のところまで行けないからね。まあでも塔で戦っても良さそうっちゃ良さそうだけど。こっちでレベル上げと、いいね、たくやん。ここでレベル上げと、塔でレベル上げたらどっちがいいっすかね。これだったらすぐ帰れるってメリットがあるんですよね。塔の方がいいな。塔に行きますか。塔の方がいい気がすんな。こういうのがだるいんですよね。まあ、魔法で一掃するか別にいいけどさ。くっ、効かない。聞かないっすか。64ぐらいでやっぱ物足りないね。100から150ぐらい欲しい。おお、来た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 。いや、これ、タクヤンに期待なんだけど。うわ。いよいよ、押し逃げんなよ。ラインブロックしてくるから。よ、こういう時で、こういう時だけこれこういう時に会心、こういう時に会心が出てくれないと意味がないんだが。くぅ。
6バリとかあればね、確定で一発食らうんですけどね。まあ、ないのを言ったってしゃあないですよね。まあ、ここでもメタルスライム出んのか。メタルスライムが出ると、ちょっとしたなんかリーチがかかったみたいな。ちょっと狙ってる女の子からライン来たみたいな。ワクワク感がやばいっすね。ギリやっつけれなかったんですけど、すぐラインブロックされましたけど。すごく秒で既読スルーでしたけど。ちょっと探索しますか。メタルスライムって何回、うわ。なんでお前よ。なんでお前よって言いたくなりますね。ハンターフライやっつけるためにここに来たわけじゃないんだけどね。マヌーサ入れて、いやー違うな、こいつはやっぱマヌーサなんですよね。火ダメがきついんで、めっちゃ食らって2回合議ですからね。うわー、あ、よかった、早めに入れたい。あやかげは、あやかげは誰ですかね。やっつけたら誰でしたって言ってくれたら一番いいんですけどね。あやかげは勝手にあやかげって呼んでますけど、そう、これくらい経験値もらえないと、このギャルは渡り押しがあれば賢者になれましょう。めっちゃ欲しい、めちゃめちゃ欲しいよ。いや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 、違うっつーの。しかもギラ食らうし、いいことね。いいことがないっす。とりあえず打倒ヤマタノオロチって言ってたけど、打倒スカイドラゴンだね。あー、防御してもったシャドウしようかなと思ったね。まあいっか。打倒スカイドラゴンだね。スカイドラゴンにはどう勝てばいいんだろうね。でも HP がたくさんないと無理っすよね。そもそも論で。いろんなとこ、寄っていきましょうか。この塔に詳しくなろうかなと思って。で、何階にメタルスライムいるかな、みたいな。そこの、その綱渡りのところでもいいんですけど、あそこスカイドラゴンがいるんでね。シビアゲね。シビアゲはベギラまで一発なんですよね。めっちゃ食らうけどダメージ。あ、そうでもないね。ああ。まあ、キアリクがあるから。こういう時のためのキアリクですよね。しかも経験値なかなかいいですよね。確かにキアリクってあって。あ、いやー、もう MP がないね。帰んないといけないわ。あと1回ぐらいですね、戦闘で来て。すぐ MP なくなるわ。カンダタの時もそうでしたけどね。帰らんといかんすわ。ハンターフライトしか戦ってないんだけど、帰りメタルスライム出ないっすかね。うん、めっちゃ不満。バギジはちょっと物足りない感じもしてきてるんですよね。文句しか言ってないですけど、物理が弱いから魔法に頼るしかないんだよね。遠回りしてもった。
とね、これを何回も繰り返してレベリング上げてスカイドラゴンに勝てるようになって、でそっからヤマタノオロチですね。ヤマタノオロチにさえ勝てば草薙の剣ですから、そこに活路を見出してるんですよ。そこまで行くのに大変よ。相当レベル上げしないといけないですから。メタルスライムちゃんがいっぱい出てきてほしいんですけどね。メタちゃんが、ああ防御してもうた。ああ最悪だわ。レギュラーマン入れてたらこの二人やっつけたのにさ、オックスするよ。うい、たくやん。メタルスライムの時にお願いしたいっすね。あ、効かない。これがあるんでね。ノリはこういう人は見ないっすからね。30分して全員レベル1ぐらい上がれやいいかなと思ってるんですけど、うーキャバツキャバツ、もうこれ MP 削られても別にすぐ変えて練り合いだけですから。神田太郎の時は困りましたけどね。だったらだけ、うおい元気いいね。元気いっぱいやないかい。いや、ちょっと待って、ギラ入れた方がいいか。ベギラマが効くってことは当然ギラも効くってことですもんね。これ早めにヒロヤンがベギラマ入れてくれれば大ブラックなんですけどね。勇者のギラは意外と便利ですよね。えい、ー、たくやん来た。 8! すげえ上がりすぎでしょ、急に。めっちゃでかい声出した。 HP が6しか上がんないけど。8か。8はやばいね。 HP は相変わらずそんなに上がんないけど、8はやべえな。8すかまさかつですよ、8って言ったら。織田信長の、信長の野望ゲームしてる人からしたら8すかまさかつは、だいぶお世話になってるでしょ。柴田勝家か8すかまさかつですからね。竹中半兵衛と。竹中半兵衛と黒田官兵衛ってややこしいって当時ずっと思ってましたからね。でも実際、軍師官兵衛という元ボイシックスの岡田くんであったんですけど、やっぱ官兵衛と半兵衛って本当にこう相性が良かったというか、まあ、半兵衛はすぐ若いうちに亡くなっちゃったんですけど、竹中半兵衛が黒田官兵衛の長男をかくまったんですよね。長男なのかな、後の黒田長政だったかな。確か松坂桃李くんが演じてた気がするんですよね、黒田長政を。でもいい父親からいい息子が生まれるとはか、わあ最悪じゃん、この無理じゃん。うわ下手し全滅ですわ。下手し全滅です、ここで。あ、危ねえマジで。帰ろうかな。ここやばいのかな。まあ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 、この子たちはもう
顔おなじみですよ。ちょっと肩組んで一緒カラオケ歌えるぐらいあります。いやー、ハリソン君そこに恋するんだったらギラ入れとくのやっぱ正解だね。こうなるよね。はい、じゃあ30分経ったら一回これ切りましょうかね。いや、ちょっとタクヤン の強さがこれから上がっていきそうで、ちょっと楽しみっすね。力8上がりましたからね。ここから急上昇じゃないですか。レベリング上げていきます。